皆さんこんにちは、セレブリティ長塚でございます。セレブのためのセレブなアレンジメント教室を今回は開催したいと思います。今日作るのはセレブなブーケです。巷でよくセレブセレブと騒がれているレッスンがございますが、全然内容はセレブではございません。今日こちらでお作りするのは超セレブなセレブのためのブーケとなっております。ぜひ最後までご視聴くださいませ。本日セレブリティ長塚は右手を負傷したためセレブな手袋を着用しております。ご了承くださいませ。では早速始めさせていただきたいと思います。これからは手元アップで活かしていただきます。はい、まずセレブの代名詞、こちらトルコ記号の貴婦人でございます。これはセレブと名付けているアレンジメント教室ではほとんど見かけない本当にセレブな花材の一品でございます。まずトルコ秘境の貴婦人を束ねていきます。もうセレブは大胆にマスで貴婦人を使っていきます。その次にですね、こちらのグリーンのアネモネラナンを入れていきます。こちらも高級素材でございます。こちらもふんだんにマスで使っていきます。はい、したらここでですね、この周りに空間を出すためにこう丸めた桔梗蘭を入れていきます。はい、したらここでですね、またセレブの代名詞、こちらローズですね。これはアリアンナというローズでございます。桔梗蘭の丸めた桔梗蘭の間あたりに少し凹凸をつけて入れ込んでいきます。はい、その次にセレブは何といってもこういう黒い花を的確に使っていきます。黒を制するものはセレブを制するっていうぐらい、黒はセレブにはなくてはならないアイテムでございます。こちらも巷のセレブリティーななんていうフラワーデザインレッスンではまず使ってない一品でございます。この黒いつかみよさですね、こちらは少し上で踊らせる感じに使っていきます。もちろんマスで使う部分もございます。黒いお花は目立ちますからポイントになってしまいますので、入れる場所は要注意です。はい、ここでセレブはこういうユーカリ、匂いのある葉っぱが大好きでございます。なのでここでユーカリの葉っぱを入れていきましょう。はい、そしたらこの時点でセレブの大好きな煮物を少し入れていきましょう。こちらヒペリカムでございます。これもただのヒペリカムではなくておしゃれな色でございます。ここで白いつかみ屋さんですね。セレブは白いものも清楚なイメージでセレブらしい色でございます。セレブは花材をケチケチしません。セレブは花材をバンバン入れていきます。そして最後に桔梗蘭でラインをつけていきます。はい、こちらでセレブリティブーケの完成でございます。おお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 ちょっと待って。はい、こち
ちらで完成でございます。こちらがセレブリティブーケでございます。では早速実際に照明から見てみましょう。はい、こちらのブーケはいかがだったでしょうか。いろいろとセレブの要素がたくさん詰まったブーケでございます。これが本当のセレブリティブーケでございます。皆さん、まがいもんには注意しましょう。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 声が出ないんで素でいきます。このフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこの画面の中のチャンネル登録というところを押していただけるとチャンネル登録をすることができます。またスマートフォンの方はこの下のリンクからチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time。